あ、これ何横回転してるんだけど、金玉が。ブレイクダーツ金玉だ、すごい。こんにちは、金色玉三郎です。今日はフォールガイズやっていきたいと思います。で、今日ね、アップデートが追加されて、このね、バウンドガイの時間っていう、なんかガイズくんがね、たまたまになれるアップデートが追加されたみたいなんで、これね、やっていきたいと思います。さあ、来ました。あ、これを取るのかな？あ、すごい、なんかガイズくんがさ、ほら見て。丸くなってる。これを取るとあ、なんだ？どうやって丸になるんだろう、これで。ん？なんだ？みんな丸になってる？あ、このステージかわいいね。どうやって丸になるの？丸になってる人、あ、いるね。ただ走ってるだけだよ。あ、でも結構早いよ。なんか多分ボタンをここ押してくださいっていうのが白い四角形になってるね。これジャンプじゃないと、あ、届くわ。届くならまあいいか。いてー。さあ頑張ろう頑張ろう。いやでもこれどういうことなんだろう。あれかな、何ボタンで押すかをどっかで指定しないといけないのか、もしかして。そんな気がするな。これ届く？いけー！オッケー！セーブしたでしょ。うわ、セーブされてないわ。ちょっとやり直すわ、抜けます。はい、今コントローラーの設定見たらね、このパワーアップを使うっていうのが追加されてたわ。これが初期で何も設定されてないんだね。なのでこれ B ボタン、え？タイムアタック。あ、タイムアタックの時はどうするんだってことか。これ A ボタンにしようか、じゃあ。オッケーオッケー。これでパワーアップを B ボタンで使えるようになったね。はい、オッケー。次こそ大丈夫でしょう。行きたいと思います。まずはこれを取って、はい、この子を取って、オッケー。あ、で、これで B ボタンで、おー、なった！ジャンプもできる。あ、できるわ。あ、ダイブしたら解除されるわ。ジャンプはできるんだ。やばい！なんだ？あれ？あ、もうこれはあれか、解除するしかないか。どうやったら早いとかあんのかな。これ飛ばされたら早い？おい、オッケーオッケーオッケー。いや、早い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 。どんどん加速してる。あはははは、めっちゃ転がるじゃん、いいね。で、これで、どうやったら速くなるんだろう。よいしょ、おー、いいね。あ、この、ここで飛んだらめっちゃ飛ぶわ。この段差があるところで飛んだらめっちゃ飛ぶ。ドイーンと。オッケーオッケー、ベリーオッケー。ボイーン。あ、いいじゃんいいじゃん、早い早い、めちゃくちゃ早いよ。わあ、すごーい。結構難しいかも、結構難しいかもしんない。さあ、これで転がって、そうだね、ここでこれジャンプしないと飛ばないのかな。ああ、これあれだな、ポジショニングが難しいな。ちょっとジャンプせずに行ってみるわ。ジャンプせずに行くと、あ、飛ぶわ。ジャンプしなくても飛ぶんだ。そうだね、ここしっかり合わせないといけないね。バインバイ、あー、ちょっと待って。普通に難しいかもしんないぞ。普通に難しいぞ、これ。慣れかな？慣れ。まあ、あれだな、だから障害物に当たらないように行くっていうのが大事なんだろうな、多分。いやー、これね、バウンドしちゃうから、そこが難しいわ。なんかコツあんのか、これ。バウンドした。うわ、ちょっと待って。やばい。頑張ってくれ。いや、これ難しいね。いやーだって普通イライラするわ、これ。何？めっちゃイライラするわ。ちょ、早くなりたいな。早く楽しくなりたい。いやもうやだ、これ。何？ちょっと待って。頑張るわ。どうしたらいいんだろう。これ一回解除して、あ、そうだね、一回解除して跳ねたら一回解除だな。そうだね、跳ねたら一回解除で、これをこのまま転がって OK、 ダイナミック集合、バリオッケー。わあ、なんかソフト落ちちゃったわ。ソフト落ちた、なんかゲームが強制終了されちゃった。ちょ、もう一回行くわ。
OK、もうやり方はね、分かったんで、次はね、普通にスムーズにゴールできると思う。で、この後ね、決勝だと思うんだよね。それね、やりたかったんだけど、ちょっと残念だね。まあ、これでちょっと落ちたらもう、諦めようかな。これで落ちちゃったらちょっと諦めるわ。いてーいてー、あ、違う、ジャンプはこうか。OKOKOK。思い出しました、思い出しました。さあ転がってバイーンと飛んで、これ速度上げたいけどやばい、あースムーズにいかないな意外と。いやこれでもあれだね、撮影とかは楽しいだろうね。そのガチになるとやっぱりその動作が分かんない部分があったりしたらあれだから、ガチで やるとなるとちょっとあんま向かないかもしんないな。ただ撮影とかすると絶対可愛いよねこれね。よいしょ。でこれ一回キャンセルしてここでもう一回入れればいい。あれー、ダメだ、慣れたと思ったら慣れてなかったわ。あれちょっと待って、あーそっか、ジャンプがこれなんだ、ジャンプがこれね。よいしょよいしょ。でこれキャンセルして、うん、ダメだ、イライラするわこれ。もうこれで落ちたらもうやんない、僕やりません。いやこれでも今後レースに反映されるのかな。だって慎重に行こうとしたら無理だし、普通のところ走っていった方がいいんだな。普通に走ってってキャンセルして、でこっから転がっていけばいいね。オッケーオッケー、これでいいんだこれでいいんだ。やべー、あと2人か、もう落ちるんじゃないこれ。でも決勝ぐらい1回見たいよな、決勝1回は見たいんだけどね。もうもうやだこれ。こっからよいしょ、もうもうやだ、何これ、どうやっていくのが正解なのこれ。ちなみにこれだってバインバインになっちゃうじゃん、こうか。いやーでも届かないな、わかんないわ。さっき行けたけど、ここが越えられればいけるんだけどね、ここのやり方が全然わかんない。あ、これいったんじゃない。 OKOK、 これでもうゴールさせてくれ、頼む。時間的には全然いけ、あーダメだダメでした。あ、こんな風になってるんだ。うん。OK OK OK、 ここまで来たらもういけるね。ベリー OK。 さあ来ました、決勝戦。あれ弾はどこで取れるのか、どこ弾は。あった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 、来た来た来た。いやこれダメだな、上行かない方がいいのかこれ、もしかして。加速してよいしょ。1いける、ここ弾にならない方が早いの、弾にならない方が早いね多分。でここは弾になった方が早いのかな。これインコース攻めたい、 OK。 いや絶対中に入った方が早かったんだろうな今の。まあでもいいよ、早い。いやでももうゴール見えてたのかな、ちょっと分かんないね。はい、今ねこれ自分でねステージをね作りました。まあこの子たちをね並べただけなんですけど、もともとあったね、よく配信で使ってるお仕置き部屋っていうステージがあって、そこにねこの、たまたまガイズくんをね追加しました。これによってですね、この金のガイズくんが金玉になるんですね。うわーすごい綺麗な金玉、めっちゃ綺麗だね。つまめにするとすごい綺麗なんだね、ほら。わ、これ何、横回転してるんだけど、金玉が。ブレイクダーツ金玉だ、すごい。くる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 って、これ何も触ってないよ、今。何も触ってないんだけど、なんか回転し続けてる。すごい。
わあ、こんな感じで頑張ってるんだ。すごいな。で、元に戻ったらこんな感じですね。すごい。こっから、こう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 。おー、すごい。いないいない、バーだ。いないいない、バー。すごいね、これね。まあ、こんな感じで撮影するってなると、超いいよね。もう本当に頑張って金玉になってるわ。これ嬉しいな。だ、撮影とかね、そういうのがすごい楽しくなるよね。うわ、かわいいわ。ずっとやってられるわ、これ。なんか、まじまじと見ちゃうな。あ、いいじゃん。これで、これだったらどんな風になるかとか、そういう風に見るのも楽しいよね。その、このスキンだったら、こんな風にたまたまになるんだ、みたいなさ。いいなぁ。これなんか加速する方法はもう普通だとないのかな。普通だともうこうやってちょこちょこ歩いていくしかないのかな。おー、すごい。あ、これだったら押し出してくれるのかな。おー、押し出してくれた。おーおーおー、挟まった。すごい。すごいね。ほら、こんな綱渡りもできます。綱渡りね。いけー。あ、無理でした。はい、ということで今日は金玉になるアップデート紹介させていただきました。こんな感じね、パワーアップアイテム、まだ今これしかないけど、追加されていったらいいよね、いろんなパワーアップがね。大きくなるパワーアップとかね、ちっちゃくなるパワーアップとかね、いっぱいいろいろあったらいいよね。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。